2年前のようにな。助かるよパトリー。それじゃ。神の顔。信じられん。すげえ。迷いそう。今これどこにいるん？っていうかまずさっきいたところがわからん。エレベーターで駐車場に向かう。この辺に住んでるのか？この辺にいるのもみんなホームレス？ちょっと車を盗んじゃいましょうね。駐車場。いい、状況は？到着した。これからリックと会う。リックはいいやつだ。安心しな。兄弟同然さ。リックを探す任意。ああ暗い。で、2位のタスクってどこだこれ。おおおお、高級車三昧。なんだ、何か用かい？リック？リックか。カークの使いだな。ああ。20分だ。カメラは切ってある。あざす。まあ任意をやって多分損はないでしょう。で、レイフィールドはどこだ？カク、車を見つけた。こっからが本番だ。任せたぞ。しとっちゃおう。ついに魔法の鍵の出番ってわけだ。口の減らない野郎だね。おお、大成功だ。車を出したら連絡しろ。届け先を指示する。よし、特に問題なさそうだ。なんだこれ。すげえ。おや、でな。おい、待て。聞こえなかったのか。落ち着け。こっちも仕事でな。悪く思うなよ。車はもらうぜ。は？おいおい、盗人にも仁義ありって言うだろ。横取りする気か。おとなしく従うか、痛い目に遭うか、好きな方を選びな。どっちにしてもこの車は俺がいただく。何するんだ。マジかよ。おお、動くな。現行犯で逮捕する。じっとしてろ。手を寄ろ。ゆっくりとだ。地面に伏せろ。今すぐだ。ジャッキー・ウェルズ、こんなところで会うとはな。マヌケぶりは相変わらず。よう、スティンツ警視じゃねえか。久しぶりだな。スティンツ警部だ。知るかよ。ところで、お前も見た顔だな。誰？なんとか言ったらどうだ。こっちは全く覚えがないが。少しばかりの幸せを求めてアトランタに立ったはずが、何も見つからなかった。ヘイウッドで生まれ育ったダニはよその町じゃ生きていけない。俺は常々そう言ってるんだが、やはり正しかったようだ。声も出ないか。俺たちをどうする気なんだ。逮捕して豚箱にぶち込むまでさ。単純だ。頼むよスティンツ。俺たちを逮捕して何になるんだ。裁判したって結果は見えてる。最悪でも何ヶ月か食らうだけだ。近頃はむしろ満員らしいし、もっと早く出てくるんだもんね。
らか私の車を盗もうとした輩は。はい、藤岡様。身柄を確保したので、これより連行します。いや、その必要はない。証言やら捜査協力やらで貴重な時間を取られたくない。では、このまま見逃せと。ああ、海にでも放り込んでおけ。足に重りをつければ浮き上がってくることもないだろうさ。聞いたな。マジかよ。うわ、走り去ってみればよかった。あのクソ野郎。ったく、肝を冷やしたぜ。正直あのまま殺されるかと思った。見るからに汚職警官っぽかったけど、ここはなんだ？無償？俺もだよ。スティンツは融通の効かないやつだが、プライドはまだ残ってたようだ。プライドで殺さなかったってか？ああ、それにあいつもヘイウッドの人間だからな。俺がいなきゃ今頃ナイトシティのドライブを楽しんでただろうな。気にするな。この道失敗してた。いくら歌舞伎のテックとはいえ、最先端の防犯システムにかなうはずない。警察が来るのを警戒すべきだった。まあ、これも神のおぼし飯か。ジャッキー・ウェルズだ。 B だ。待てよ、お前コヨーテで見たな。この人いた？この仕事もコヨーテで受けたんだ。カークから。あのナメクジ野郎と組んでるのか？ペペがあいつに借金してて間に入ったんだ。にしてもよ、ペペの野郎、カーク程度に頭が上がらねえとはな。まあ、裏にカルテルがついてるって聞くしな。カルテルだ？連中のことは知ってるがよ、誰もカークの名前すら聞いたことないはずだ。あのペテン野郎には思い知らせてやんねえとな。よし、飯でも食いに行こうぜ。飯？飯？お袋のチリはこの町一番の絶品だぜ。人生わかんねえもんだな。何がだ？俺たちさ、相性抜群って気がしねえか？ほら行くぞ。腹が減って仕方がねえ。そうだな。じゃあ行こうか。なんかこの流れは相棒キャラにでもなりそう。ハローナイトシー。毎度おなじみスタンダー。さあ今日も夢の街で新たな一日が始まるぜ。俺はこの街が大好きだ。どれくらい好きかっていうと、たまにコジーに顔を出してはタバコをせがんでくる母親と同じくらいにな。今日もまた何百人と新参者がここにやってくる。だが1年持つのはせいぜい半分だ。それも当たりの年ならな。連中は何をしにナイトシティに来るのかって、そりゃ次なるモーガン・ブラックハンドやウェイランド・ボーボアみたいなレジェンドになるためにさ。ほら、リスクがでかけらでかいほどリターンもでかいって言うしな。だがメジャーリーガーの選手生命は短い。炎ってのは勢いがいいほど燃え尽きるのも早いもんだ。その前に鉛玉を食らう可能性だってある。この街の伝説が集まる場所を知ってるか？墓地だよ。出身も身分も関係ない。お前が本物ならチャンスはあるさ。ナイトシティはそう、夢の街だからな。ターゲットの女はこの建物のどこかにいる。
誘拐した連中取って食わすかもしれねえ。中に入ったら警戒を怠るなよ。おっと、その前にミリテクの訓練用チップを手に入れたんだ。ほら、プロフェッショナルだって本番前にはリハーサルをするもんだろ。仮想訓練ってやつだ。やってみるか。ほうほうほう。急に半年後。お、じゃあペペの借金問題はまあなんだかんだで、なんだかんだで解決して、でこの人と組んでいろいろ仕事をこなしましたよ。そして半年後ってことか。ミリテク？それって極秘の軍用テックだろう。どうやって手に入れたんだ？ティーバグだよ。おまけに中身も調整してあるそうだ。調整って具体的には？何でもスタイルが気に食わないんだと。まあ実際にやってみりゃすぐにわかる。車の作り込みがすげえ気になる。ちゃんとギアもあるし。近未来の車ってこんな感じになるのか。チュートリアル、ね、はい、チュートリアルはやろう。ああ、試してみよう。まずは基本の戦闘訓練からだ。なお、このセッション内容は記録され、後の評価に使用される。訓練教官、うん、というかさっきのあの警官に別に捕まったとかそういうわけではなかったんだ。結局殴られて解放はされたのか。この訓練プログラムは諸君が戦闘の基礎を身につけ反射能力を磨くために設計されている。ここで学ぶスキルは戦場で生き延び、さらには活躍するのに役立つだろう。諸君には効果的な武器の使い方、ステース戦術の活用法、敵ネットワークへのハッキングを学んでもらう。なぜならミリテクでは。ミリテクのプログラムは穴だらけね。でもこの戦闘訓練自体は役に立ちそう。では新兵一番ステーションへ向かえ。どうした、さっさと進め。あ、はい。スパルタ式に鍛えていくから覚悟するのよ。チュートリアルは重要。射撃訓練プログラムを始めるわ。まずは軽いウォームアップから。射撃はもうホホイのホイだわ。あ、はい、撃つ、エイム、リロード、二度押しで武器しまう。ちょっともっさりしてるかも。うん、さすがの腕前ね。じゃあ少しハードルを上げましょうか。感度いじります。うん、これでいいかな。あ、良くないかも。ちょっと感度調整時間かかりそう。悪くないわ。でも実際の相手は打ち返してくることを忘れずに。ぼーっとしてないで、身を隠して。おっと、まるで鏡、カバーの後ろに隠れる。あ、数字が出る。撃たれたらリアニメーターを使って手当てして。左上が HD マックスドッグ、これで回復。十字キー上、はい、感度下げます。準備ができたら訓練エリアに進め。オッケー。今度はお友達を連れてきたみたいね。さあ、腕の見せ所よ。ああ、やっぱりなんだろう。シオリーとかとはまた違ったこの挙動だ。慣れてかないと。ハンドガンにしてみる。やるじゃない B。 プラットフォームに立って次へ行きましょう。お、次はハッキング訓練。コース内容に少し手を加えてみたから楽しみに。
キング。あ、戦闘もう終わりか。おっとっとっと、L1 長押し。ジョブ関連オブジェクトは金で表示される。ほうほうほう。で、この訓練モジュールでは戦闘におけるテックツールの使い方を実戦に近い形式で、後ろにある画面をハックして敵の注意を引く。あ、話を聞く前に進めちゃった。チェックして、ハッキング。あ、なるほど。ピンとかくらん。かくらん。あ、四角だった。候補なんかよりこっちの方がイケてるでしょ。 OK、 じゃあそいつを静かに倒して。上出来。え、上出来。ああ、欲しかったわね。もう一度始めから。と、間違った。近接が四角ボタンなんだ。後ろにある画面をハックして敵の注意を引いて。候補なんかよりこっちの方がイケてるでしょ。オッケー、じゃあそいつを静かに倒して。そろり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 。上出来よ。あとはそいつを倒すだけ。グラップル。キルはテイクダウン。現場に痕跡を残さないのがプロの鉄則。それが死体の場合は特にね。せやな。敵を運んでどこかに隠すのよ。死亡あるいは気絶した敵を隠すことができる。だいたいこういう時はね、こういうボックスとかね、あとクローゼットとかそういうのをちゃんと用意してくれてるからね。そういうところに。ああ、雑な。いいじゃない。じゃあ次はそいつを素早く倒して。あ、そのままキルするかテイクダウンしてそのまま隠せるんだ。キルして。はい。今度はリアルタイムで敵をハックしてもらうわよ。頑張ってね。カメラ操作。間違った。四角が決定ボタンなの間違えちゃう。高度な使い方。はい、これね結構難しい。慣れるのに時間かかりそう。ブリーチプロトコル。うわ、なんだこれ。55。あー、なるほど、こういう風にハッキングしていくんだ。よし、グレネードを起爆して。強制自爆。おお、これ相当戦略の幅が広がるな、これ。余計なことは考えず命令に従えば結果が出る。ミリテク式も悪くないでしょ。まあ私のおかげなのは事実だけどね。さあ次に行きましょう。ケイ。あなたに合ってるんじゃない。訓練を続けるならモジュールは他にもまだあるわ。もういいなら終了して。でも忘れないで、ストリートにはヒントもやり直しもないからね。あ、必須チュートリアルはこれで OK。 ステルス。何グズグズしてるの。モブのくせに。チュートリアル、まあ、ステルスか。一番苦手なやつだから受けるべきなんだろうけど、まあチュートリアルばっかりやっててもしゃあないから、うん、動画外でやっとこう。
どうだ、役に立ちそうだろ。じゃ、いよいよ本番と行くか。